どうも、酒は私、なてかまさやんです。こんばんは。2022年の6月の2日でございます。普通ハイボール飲んでおります。普通です。いきましょう。第三国志でございます。今日は今まさに起こっております X174 問題について語っていきたいと思います。はい。X174 はですね、本日オープンの放火連城ジャパンサーバーですね。日本ですね。日本サーバーでございます。何が起こったのかというのを端的に言うと、満員で入れない人がいるっていうことでございます。はい。これについては昨日ね、サーバー振り分けがあった時にちょっと心配する声もちらほらだったんですけども、3000人から3500人入るぞというところで大丈夫かっていう声もある。一方で、うわ、すごい、過密サーバー、熱いぞ、これは、激熱だっていう声もすごいありました。まあ、最近はね、過疎過疎っていう言葉があって、私の時も前期は、1200人ぐらいでしたかね。200人規模の同盟が5つしかいなかったのかな、すごい少なかったんです。まあ、それとは逆に、まあ、超過密サーバーになるということで、まあ、盛り上がったり心配する声もあったりというところで、まあ、事前に昨日の段階ですかね、運営に対して大丈夫かと心配する、まあ、問い合わせを送ったところ、大丈夫ですと、ちゃんと入れますと、確保しておりますという返答をしたようでございます。で、ちょっとこの放火連城自体は、仕様がね、いつも違うんですよね。司令以外、司令以外、つまり司令以外の12州で、出生地を選べるというところで、まあ、通常よりはキャパは多いんだなっていうところは容易に想像できるところでございます。はい。が3000人ということで想定すると、もともと9州、9つの州でね、やるとすると、もう350人とか、1つの州で設定しなきゃならない。12州で行くと、それでも250かな。で行かないと、3000人入れない。まあ、今回は3000人以上余裕で入ってるんですけどね。はい。で、まあ、地図を見ていただいて分かるんですけど、250人ずつ、まあ、もともとのその九州という、資源州以外のところだったら250はまあ入れると思うんですけど、この、どう見てもこのキャパ的にさ、揚州、余州、遠州で250っていうのは相当まあきついよねっていう、これきついところの騒ぎじゃないけどね。余州、見てちょうだい、この余州のね。大きさを左下の慶州、右下の揚州と見ても明らかに何分の1だっていう土地面積ですよね。ここに250人ぶち込めるかっていう話なんですよ。だからみんな心配してね、事前に多分問い合わせたんでしょうけど、いやー、というところで進捗なんですけど、まあその後、まあ、オープンしたのがまあ12時で、1時ぐらいで半分ぐらいもう埋まってるよって、満員って出てるよって。で、2時ぐらいにはもう全部満員になったのかな。はい。で、2時半ぐらいでしたっけ、公式からアナウンスあって、不具合でしたと。不具合が発生しておりますと。で、復旧作業しますというところで、終了予定時間が15時30分。超早いなと。そんなに早く対応できるなと思って、ちょっとね、大丈夫かと思ってたんですけども、15時半には、一応各サーバーすごい過密ではあるけども、各州過密ではあるけど入れる状態には戻ったようでございます。で、一部ツイッターでも上げられてましたけど、その満員で入れなかったから、他の州を選んだ人に対する救済として、なんかもう一回州を選び直すことはできますよ、みたいな。ことでアイディアを教えてくれみたいなのはあったようでございます。
はい、まあ、これはもう正式な公式のアナウンスのようですので、まあ、そういう処置はするみたいですけど、自分だったらまあしないからもう一回選び直すのは、まあ、5時間もうすでに今ね5時間6時間から経過してるのをもう一回やり直すっていうリスクもですけど、じゃあもう一回選び直して入れるかっていう心配ですよね。だって一つの州にね、じゃあ1000人入れるかって言ったら入れないわけですよ。なので絶対上限があって、選び直してまた上限でいっぱいになってたり入れないってことになったら目も当てられないじゃないですか。なので僕だったらまあ選び直さなかなと思うんですけど、うん、で今回の問題に関してその、まあ、いろんな意見が出ております。ツイッターでもたくさん出てるんですけど、まあ、最近、まあ、大型アップデートから、まあね、ツイッターネガティブ情報というかネガティブツイートが、まあ、多くて、やっぱり僕も YouTube やらせてもらってて第三号誌がすごい好きだし、ね、すごく長く続いてほしいんですけども、やっぱりそういうのが多かったらやっぱりね、まあ、悲しいというか寂しいという思いはありますよ。もちろん、やっぱ言うべきことは言わないと思うし、まあ、誹謗中傷はダメですけどね。やっぱ運営に対して改善要求だったり、そういった意見とかね、っていうのは言っていくべきだと思う。だって、そこに、それそう、まあ時間とかね、お金っていうのはやっぱ投じてるわけであって、しょうがないよね、とか。でも済まされないっていうのを、もうそれはもう当然だと思います。当然。で、ストラテジーにおけるこの第三国志というゲーム、やっぱりそのサーバーのスタートっていうのはやっぱすごい重要だし、同盟のね、その行く末というか、そのサーバーでの、やっぱり最初の動きっていうのがその後にも関わってくるし、モチベーションっていう ところでも、やっぱりこのゲーム、前もね、過去あったんですよ。2回あったんですよね。群雄等々で、満員で入れねえっていう問題と、その前は、これは結構かなり大きな問題になったんですけど、制服シーズンで、個人しかエントリーしてな、入れなくて、大悟がそのまま残ったと、線引きに残ったっていう問題がすごいあって、これすごい大きなことになったんですけども、まあ、要は、一番は、やっぱり、同じ、ね、気の合う仲間、と一緒にスタートできない、同じ週でスタートできないっていうのが、やっぱりモチベーション下がりますよねっていうところでございます。まあね、いろいろその、同盟が大きい同盟が勝ち合わせてね、入れなかったっていうのももちろんあるかもしれませんけど、まあやっぱり同じ、ね、仲間と一緒にスタートして、同じ同盟でやっていきたいじゃないですか。それが別の州をちょっと選んでしまうことになったりね、のはちょっと悲しいなって思うとこでございます。で、今回のその、真実は分かんないんですよ。まあ、いつも分かんないんですよ。原因が分かんないから、うん。原因発表しないから分かんないんですけど、まあ、不具合ということだったので、まあ、不具合っていうのはどういうことかというと、もともと、例えばね、軽州が300人までの設定だったとして、200人入った段階で満員表示になる。まあ、これがまあ不具合ですよね。システム上の不具合。です。で、まあ、政治不信っていう言葉がありますよね。よく聞く。政治不信だ。不信っていうやつ。不信っていうのは何かというと、まあ、今回何もなくてね、これまで第三国志は素晴らしい、運営ミスもなく、不具合もなくされてて、今回こう起こって、なら、まあまあまあ、ああ、どうした、ダイナモンも頑張れよという気持ちになりますけど、大型アップデート以降、まあその前もですけど、含めて、いろいろあってのこれですから、大丈夫か、本当かっていうのが、まあ不審につながるわけですよね。今までのその積み重ねですよね。が、不審につながってるとこがあって、なので、まあ、今回、その短時間の復旧作業というか、修正作業に対して、僕もさっきツイートに対してリプ返したんですけど、要は、もともと上限がバーって決まってて、それを、数値を変えてね、200だったのを250とか、上限をピピピピって上げて、
復旧みたいな修正みたいなことにしたんじゃないかっていうのがありました。僕もまあ大方その見方ですけど、でもそれはそれだと辻褄が合わないというか、僕の常識から考えれないのが、もともとだからこの X174 っていう上限が3000だとしたのね。3000だとして、まあ、3500入れちゃった。入れてしまったよっていう。もしくはサーバー振り分けようと思ったけど2つに。あ、1つになっちゃったみたいな。とこはないのかっていうとこですよね。正直な話。X174 は3500だと推定して、じゃあ1700、1800ずつに分けたら、ちょっとさすがに放火連城は、また仮想ってしまうよね。だから超過密になっちゃうから1個に合わせるかっていう、そこの判断。まあ、がどうだったのかっていうところと、あー、いっぱい入れちゃったみたいな。3000のところ3500入れちゃったみたいなとこがあったのかどうか。まあ、これはわかんないんだ、結局は。じゃあ運営を信じようじゃないかというかどうかは、今までのさっきの不信につながるところで、今までの運営のやり方に対してのそこで総合的に判断するっていうところだと思います、ユーザーがね。で、まあ私も YouTube でいろいろやらかしてはきたんですけども、まあ要はその後どうするかって話なんですよね。その後どうするかって話、やらかしました。なんか問題起きました。まあ不具合でもいいですよ。どっちにしても事実として、その人為的なミス、ヒューマンエラーなのか、それともただそのシステム的なエラーなのか分かんないですよ。分かんないけど、まあ、起きたんですよ。不具合が。まあミスが起きたんです。なので、入れなかった人がいっぱいいて、5時間、3時間、4時間入れない人がいて、じゃあどうするかっていうところで、もうそれは分かりません。僕も。全員が納得するってないと思うんです。ロールバックっていう声を聞いたんですけど、まあロールバックはさすがに厳しいよねと思うんですよ。全員はまたね、なかったことにしてサーバー振り分けからスタートとか、出生地選ぶとかスタートするっていうのはさすがに厳しいよな。この日のために時間とか合わせた人とかたくさんいるでしょうし、それの労力を考えたら厳しいですよね。で、スタートしてガチャ引いた方々がめちゃめちゃ欲しい武将が当たってそれなくなるっていうところもそうでしょうし、ロールバックがまあ平等っちゃ平等かもしれませんけど、なかなかこのストラテジーというゲームジャンルから考えるとだいぶ厳しいかなと思います。個別対応、さっきみたいにその満員で入れなかった人に対する対応で選び直すっていうのもまあありチャリかもしれないけど、選び直さないしね、多分。というところで、これは分かんないです。ですので、まあ、全員入れるように、なんとかもう過密にしてでも全員入れるようにして、今回の X174 に対して全員、まあ、10万玉符とか配りますというぐらいが一番かな。あ、10万玉符か分かんない。その玉符の数値は分かんないけど。100連分でなんぼ ?1回で150でしょ ?200 か。1回200。10連で2000。100連で2万か。1000連で20万か。500連で10万ってこと、まあ、それぐらい出してもまあいいと思うけど。それでも当たんないから。ガチャ当たんないから。まあ、売り上げは下がるかもしれないけど。で、これに伴って、なんか、もともと第三国志、って思ってる人たちが、その、まあ、辞めるっていう選択肢があっても、それは、もうしょうがないと思う、俺は。しょうがないよ、それは。かけた時間とかお金とかはもったいないけど、ちょっとどうしようかって迷ってる人たちがこの一件で嫌だってなってるのは、もうそれはしょうがないかなと僕は思います。悲しいけど。で、当事者になるか否かで結構変わってると思うんです。
やっぱ僕が今までいろいろあった YouTube でいろいろあって謝罪したこととかってやっぱり厳しい意見いたのはやっぱり当事者なんですよね。当事者、まあそうだなと思うし、やっぱり外野からすればそんな問題ねえじゃんとか、まあちょっとは腹が立つけど、うんみたいな、まあいいんじゃねえみたいなところもあったりもするだろうけど、やっぱり実質的にその被害を受けたというか、うん、人はやっぱり感じるところってやっぱり大きいと思うしね。うん、なのでそれに対する保証みたいな、今回はねやっぱりしっかり対応はしていただきたいと思います。はい、なんだかんだちょっと長々と喋ってしまいましたけれども、最後私ですね、ちょっとまだエントリーはしてないんですけど、別に今回のことがあったから外したわけじゃないんですけど、併合でいきます。連城の方がもうすごい魅力的だったんですけど、併合射席の方に行きます。まだエントリーはしてないけど多分こっちに行きます。日本だったらね、出た恋猫さんのレボルト。はい、恋猫さんといえばね、選手番号のその名手でございますけど、チャレンジということでございます。そして WTF 来ました。元 TGF から派生した韓国勢ですね。因縁ですよ、ここは。因縁というか俺らが勝ったんですけどね、一応まあうちの同盟は大変でしたけども、うちの連合というかね、韓国勢打ち負かして、相手も燃えてるだろうな。またマサヤに対する韓国勢の煽り来るのか。受けて立つ。てかこのままだったら一つの差はないね、ここもね。いや、そうでもないか。あ、増えてるね。二つに分かれるかな、もしかしたら。あ、分かれるかもね、これ。分かれる可能性ありますね。ですけども、まあ、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、お酒を渡っちゃってませんでした。ありがとうございました。